はい、今日はキノコの和風マリネを作ります。用意するものはこちら、玉ねぎ1/2個とエリンギ、あとこちらしめじ用意します。まず玉ねぎ1/2は薄切りに切っていきます。はい、しめじは軸を切り離してこちらほぐしていきます。でエリンギも軸の部分を切って大きいものは半分に切っていきます。はい、そしたら手で裂いていきます。はい、次にこちらお酢大さじ2、めんつゆ大さじ2、サラダ油大さじ入れてよく混ぜます。はい、次に耐熱皿に入れてラップをして電子レンジで4分加熱します。はい、4分経ちましたら塩少々加えてよく混ぜます。はい、これで完成。